少し気分の悪い体験だったかな。ウォッチモジャジャパンへようこそ。今回は見るに耐えないアニメシーントップ10を紹介します。登場するのはかなり気まずいアニメのシーン、記憶から消したいくらいのね。トラウマになるような映像ではなく、キャラクターが死ぬよりもどういうわけか痛々しいシーンをピックアップしました。僕はアニメ好きだけど、アニメだと思って見てないから気づかなかった。どうしてそんなにバストが大きいのか、肌が綺麗なのか、早口なのか。では行きますよ。準備はいいでしょうか。第10位、親の失望。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。右手はあれから洗っていない。両親に見られたくないものを見られた経験はみんなありますよね。その後変わらず接してくれるか不安になるくらいの。見られたくないならきちんと隠しておくべきだ。まあ、智子が俳優との恥ずかしい音声を聞いているとバレた時、母親は平然としていたけど。どの子ご飯。俳優の声とセクシーにした自分の声をつなげて聞いていた智子。それの再生中に母親が入ってきたらどうなるか。彼女の顔を見ればわかるよね。セラピストの番号を教えてあげなきゃ。やめて、乱暴にしないで。ご飯できてるから後で降りてきなさい。第9位、ひなの家掃除。ひな祭り。ひながアパートを掃除してヤクザで世話係の新田を喜ばせようとするのは微笑ましい。よし。でも残念ながら結果は悲惨だった。高価な花瓶を壊した後から事態はどんどん悪化。シーツは放り投げちゃうし、水はこぼすし、食器は粉砕、冷蔵庫のイクラも全部食べちゃう。なんかいつもと味が違う。善意からの行いだ。目を疑う修理額が請求されてもびっくりしないで。なんだかお腹が。第8位、恥ずかしい先輩。サイキクソーの災難。続いて在校生の掃除。在校生代表カイドウ俊。お前か。カイドウ、君はお気に入りのキャラクターで超面白いんだけど、ダークリユニオンから空気の読み方を学んだ方がいい。卒業式での掃除でカイドウは熱心に語り出した。この場を借りてお世話になった先輩に感謝の意を伝えたく思います。それは3年4組の峰尾信明。いや、アルフォンス・カルシファー・ライデン先輩に。誰だよ。偽超能力者が悪と戦う想像力豊かでオタクで恥ずかしい冒険談は聞くに耐えない。最後のジェダイの脚本くらいね。しかも生徒全員の前で話しちゃったから2倍恥ずかしい。でもこれが彼だよね。アルフォンス・カルシファー・ライデン先輩、あなたの話してくれたこと俺は一生忘れません。第7位、八幡の自己犠牲。かっこさい。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。先に戻るわ。法師部は想像を絶する方法で生徒の問題を解決するけど、八幡が振られると分かっている相手に犠牲を払うべきかは疑問だ。ずっと前から好きでした。俺と付き合ってください。グループのバランスを保つためとはいえ、思い切って振られに行った八幡は本当に好きな子に拒絶されてしまう。かっこいいけどね。誰しも距離を置くことがあるし、現実を知って落ち込むのを繰り返すものだ。うまく説明できなくてもどかしいのだけれど、あなたのそのやり方とても嫌い。第6位、背中のマッサージ。僕たちは勉強ができない。ある意味、なるゆきにとって夢の世界かもしれない。美しいクラスメートと先生にマッサージできる人なんて何人いるだろう。
もちろん着ぐるみで誰も彼だとは気づいていない。どんなに腕前が良くてもね。すごいです。確かにこりゃ偉い凝ってるな。思春期の教育係がマッサージしてる時点で十分厄介だけど、着ぐるみが脱げた時の気まずさはそれ以上。今君の足をマッサージしてるのはもしかして。あー、私の負け。第5位、ほとんど全ての手品。手品先輩。5万でどう？こんなにくれるんですか？それはダメなやつ。手品師になりたい先輩は可愛らしいけど極度の上がり症。この2つを組み合わせたら、そう、手品は見事に失敗する。お次はお札切断マジック、パフパフ。というわけで千円札プリーズ。嫌ですよ。いつも服をなくすのはともかく、基本中の基本の手品を失敗すると、例えばお金を本当に切って返済したりね。それは楽しみというより不便だ。なんと千円札は私の財布に移動していたのです。すごい、すごいよね。第4位、アルティメットマジシャンズ、賢者の孫。自分のちょっとした発言で大恥をかいた彼よりは、手品先輩の不器用さの方がマシだったかも。それと何かチーム名を考えろ。研究会の名前じゃ学生じみて迫力に欠ける。え、今かよ。異世界転生者の主人公シン・ウォルフォードは、魔法使いの戦闘部隊が結成された時、チームの命名を任される。優れた彼らの才能にふさわしい名前で、彼が思いついたのはアルティメットマジシャンズ。俺たちは必ず魔人を討伐してきます。アルティメットマジシャンズが。王国は彼らを絶賛するけど、首を振りたくなる名前だね。アルティメットマジシャンズ出陣。第3位、文学少女、男子高校生の日常。彼女はただファンタジーの世界に浸って、河原で読書するオタクに恋をしたかっただけ。気まずい。何？なんだ？誰だ？なんで無言なんだ？大したことないよね。でもどうやら文学少女が自分の小説の風遣いと重なる秀典に近づこうとすると、全て失敗に終わるようだ。自分で自分を傷つけたり、邪魔が入ったり、二人とも川に飛び込んで溺れたりしてる。ですから元気を出して。ダメだこりゃ。第2位、歯ブラシ、偽物語。もう何億回も言ってるけど、歯磨きを妹と戯れる楽しい時間にしてはいけない。あーん、あーん。あららぎとカレンみたいにね。二人がしたのは、彼が彼女の歯を磨くという謎のゲーム。喘ぎ声にも似たカレンの声を聞いてると、すげえ変な気持ちになる。ドキドキする。実際変だ。しかも長すぎる。カレンの歯には思考があったし、変な上に歯医者の神聖な習慣を汚すなんて。1位の発表の前にチャンネル登録を忘れずに、通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取ってね。第1位、寝室に乱入する父、バキ。こんな状況になったらどうします？世界最強の男が寝室に現れた時点で怖いけど、恋人と寝てる時、父親が家に乱入して六つ子のアドバイスをしてきたら。You're gonna turn over and you're gonna look directly into the eyes of your dad。 全く新しいレベルの不快感だね。特に強くなるために体力の限界まで続けろと言われた時は。Do it till your body aches.
Do it till you can't stand up straight. Do it till you're sick of it. Then do it some more. This is crazy. まあ、有酸素運動だからね。そう考えれば理にかなってる。でもその言動があらゆるレベルで状況をおかしくしてる。Consider this my blessing. Good night. いかがでしたか？他の動画もチェックして、チャンネルを登録して通知を受け取ってくださいね。